いやちょっとね、いろいろといろんなことがわさーっと動き出してますけど、わさーっと動き出してますけれどもだ、まあ世の中もね、もう動き出してますからね、そうそう止まってもいられないですよね。そう、でも止まっていることが悪いことではなくって、止まってる時間っていうのはさっきも言ってたけど準備の時間だから、私の好きな言葉で、実際私自身がもうモットーとしているのが段取り8分仕事2分っていう言葉があって、とにかく段取りなんですよ、準備が大事。そうだから準備が8、実際やるのは2だから、だから止まってる時間も別に派手な動きをしてなくても、それはちゃんと準備の時間だから、それはそれでしっかりと大事に愛おしい時間だと思って過ごしてくださいね。それがちゃんと2の2が来た時にめっちゃ役立つからってことですね。いやー、なんか、いやー、よかった。でも本当にあと1日なんで、クラファー皆さん、あと1日です。今10時49分でしょ、明日の11時59分までだから、あとまるっと1日と1時間ちょっとかなあるので、引き続き直接ご支援いただかなかったとしても、はい、皆さん、周りの方々にシェアいただいたりですとか、 SNS でシェアいただいたりですとか、そうしていただくだけでも本当に多くの方に知っていただけるということにつながりますので、必要な方に届いたらいいなというふうに思っているので、ぜひその助けていただけたらすごく嬉しいですゆうこさんのルミコ語録、うん、段取り8部仕事2部でしょ、何でもそうです、これはもう何でもそうだから、段取りは重要ですよ、いきなり本番はないですよ、すべて準備です大事にしてくださいね。もう私も肝に銘じて、はい、次回も込めてって感じかな、こんな感じかな今日は。